東京臨海副都心有明東京米、有明ワシントンホテル、東京米、有明ワシントンホテルは東京都江東区有明にあるホテルである。藤田観光が運営するホテルチェーン、ワシントンホテルの一つであり、1999年に開業した。都などが出資する第三セクターであった東京国際貿易センターが建設した有明パークビル内の各施設として、 1999年6月29日に開業した。2001年に東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルへ加盟。2020年東京オリンピック開催時、周辺に競技場が集中することを踏まえ、改装をテコに外国人観光客やビジネスマンらの宿泊需要を一段と開拓しようと、全830室のうち800室を2014年に順次リニューアルした。 臨海線の新木場駅経由で東京ディズニーリゾートへ20分程度で向かうことができ、2001年に天王洲アイル駅まで延伸されたことで、羽田空港へも30分以内でアクセスできるといった地乗りの良さが認識され、客室が埋まることが珍しくなくなっている。総客室数、830室、ファミリーレストラン、ココス、和食ダイニング、ガゼン、シーフードレストラン、メキコ。 シみビクシ焼き無国籍居酒屋、マハラニなど10店舗以上。ありがとうございます。